おはようございます。行徳のザリガニ親父ことコミュニケーショントレーナーバイリンガル YouTuber の高野文夫が今日も皆様にコミュニケーション上の重要なワンポイントテクニックをお伝えしたいと思います。高野文夫の人間力大学からのプレゼンテーションになります。今日は8月は12日土曜日でちょっと曇りですが、今日も暑くなるでしょうね。今日はですね、今までにいろいろと使ってみて、今までの結論をですね、チャット GPT に関する結論を申し上げたいと思います。これはですね、 Google じゃなくて、YouTube でですね、大阪の市の知事をやられた橋本徹さんですが、意味時期も言い尽くしてますね。チャット GPT はですね、今まで Google とか Wikipedia にで調べられたことをですね、これこれこういうことを教えてくださいという文言に対して、そういったものをババババッとスーパーコンピューター使ってですね、瞬時に上積みをすくってですね、とてもいい言葉でですね、編集してくれる道具に過ぎないということなんですよ。すなわちですね、それは今まで Google とかですね、 Wikipedia を時間かけて調べて編集すればですね、できたことなんですよ。それをスパーッと瞬時にやってくれるから、みんな驚くわけです。何のことはないですね。ある一定以上のですね、戦略とかですね、ある一定以上の予測をしてくださいなんて言ったって全然無理です。全然無理。例えばですね、今ちょっと問題に課題になってる台湾有事は起こるんでしょうかって入れてみてください。分かりませんって答えるから。分かんないんですよ。いろんなファクターがありすぎてね。あるいはですね、電気自動車とフォーサイクルのガソリン自動車。ガソリン自動車は将来残るんでしょうかって聞いてみてください。分かりませんと答えますから。すなわちですね、戦略的なですね、ものを求めたって、あるいは将来のですね、予測、しっと言い当ててくださいって言ったって、無理なんですよ。はい。皆様にですね、後ろに貼っておきますが、富士山5合目作戦という、私がコンサルハウス、戦略コンサルハウスにいたときに、坂本先生という方が、と作り上げたですね、富士山5合目作戦というのがあるんですが、その説明をですね、図にして後ろに貼っておきます。そしてですね、説明書きの中にそのことを書いておきますが、富士山は10合目がてっぺんなんですけれども、5合目まではですね、バスとかですね、乗用車で行けます。スーッと行けます。何の労力もかけずにですね、富士山5合目まで知的な作業でですね、連れてってくれるのがチャット GPT なんですよ。すなわちですね、例を挙げて申し上げますと、新入社員がですね、会社に入っていろんな業務に就きますが、その配置された業務の一応分かったと、仕事を理解できたという段階がですね、1号目、2号目、3号目、4号目、5号目なんですよ。5号目で一応ですね、一応分かったと、その業界のプロになりましたという段階なんですよ。チャット GPT を頼ってですね、情報とかスキルを集めてもですね、所詮富士山の5号目までしか連れてってくれません。そういうツールなんですよ。すなわち世の中にはですね、世の中にディスクローズ、公開されている情報とかですね、インフォメーション、情報とか、まあ戦略じみたものは所詮富士山の5合目までの知識なんですよ。
じゃあ5合目から上、10合目までですね、そこはですね、OJT、いろんな苦労をして経験を積んでですね、それぞれの人がですね、ご自身で培うものなんですよ。それは技とかですね、極意なんですよね。技とか極意がある人が一流になっていくわけ、一流になっていくわけですよ。ですから富士山の5合目から10合目をの極意とかですね、そういったものをですね、チャット GPT に聞いたって、これはバカな話なんですよ。バカな話なんです。やはり人間のですね、H、 人間の知恵はですね、5合目から上なんですけれども、知恵はいろいろな経験を重ねてですね、知識とスキルとマインドと人間力が混ざってですね、それの結晶体になって培っていくものなんですよ。ですからチャット GPT は翻訳機能は抜群ですが、あんまり馬鹿げた期待はしない方がいいです。これが私の結論です。さようなら。